バルトロメオ・クリストフォリバルトロメオ・クリストフォリディ。フランチェスコは、フィレンツェのメディチケに仕えた、楽器制作家。ピアノを、発明した人物として知られる。クリストフォリの生涯を伝える資料には、出生と死亡の記録、2通の遺言書、雇い主へ送った、請求書、及びマッフェイコー、フランチェスコ・シピオーネによる一本の取材が伝わる。シピオーネの記録は、 取材のノートと交換された雑誌記事が存在している。クリストフォリはベネツィア共和国のパドバに生まれた。若い頃について伝わっていることは何もない。著名なバイオリン製作家、ニコロ・アマティの工房で見習いをしていたという話があり、これは1680年の国政調査記録中にクレモナのアマティの家に、 クリストファロ・バルトロメイという人物が居住していたことが見えるのに基づいている。しかし、スチュワート・ポーレンズが指摘するように、このバルトロメイは13歳と記録されているのに対し、クリストフォリは、先例記録によれば、当時25歳であったはずであり、別人とするのが妥当である。ポーレンズは、クリストフォリ制作とされることのあるチェロとコントラバスの、新顔についても、 疑義を呈している次に、クリストフォリが記録に現れるのは、1688年、33歳の、時のフェルディナンド・デ・メディチによる雇用であり、これはおそらく、クリストフォリの生涯の中で最も大きな意味を持つ、出来事であった。メディチア最末期のトスカーナ大公コジモ三世の、子であり、相続者であったフェルディナンド大公氏は音楽を愛し、強力なパトロンであった。 フェルディナンドがクリストフォリを雇った理由は伝わっていない。フェルディナンドは1688年にベネツィアを旅し、シャニク祭に参加しているところから、その人にパドーバでクリストフォリに出会ったのかもしれない。フェルディナンドは当時、所有する多数の楽器を維持管理する技術者が没したため、新しい人材を探していた。しかしながら、フェルディナンドがクリストフォリを雇うに際しては、 単に維持管理する技術者としてではなく、新しい楽器の開発者として考えていた可能性もあるようだ。後に、クリストフォリが得た巧妙に鑑みるに、33歳のクリストフォリがすでにその発明の際を見せていたとしても、驚くには当たらない。クリストフォリが開発者として雇われた状況証拠は次の通りである。スチュアート・ポーレンズによれば、当時のフィレンツェには、 この地位を占めるだけの能力を持った人材が数多くいたにもかかわらず、フェルディナンドは彼らを雇わず、前任者よりも高級でクリストフォリを迎えた。さらに、ポーレンズの指摘では、クリストフォリがメディチケへ当てた多数の請求書の中に、クリストフォリのピアノに関する記録が一切ないところから、クリストフォリは発明開発の成果を、 メディチケへ手渡すことが求められていたのではないかと推測される。最後に、フェルディナンドは大変な機械好きで、クリストフォリの発明の要である、手の込んだアクション機構に関心を持ったはずと考えられる。シピオーネ・マフフェの取材記録には、クリストフォリが雇われた、当時のフェルディナンドとの会話を語っている部分がある。すなわち、こうには行きたくないと伝えた。 彼は行きたくなるようにすると答えたとあり、ここからはフェルディナンドがクリストフォリを特別な人材で、あるとみなし、雇用を受け入れさせようと説得しようとしていたことが、伺える。クリストフォリは結局雇用を受け入れ、給料は1月あたり12スクーディであった。1688年5月には早くもフィレンツェに移り、トスカーナ大公国の管轄で、家具、設備の備わった家を与えられ。 仕事を開始した。フェルディナンドのために、楽器の調律、調整、輸送にあたり、様々な発明に取り組み、また古いチェンバロの修復も行った。当時、トスカーナ大公は、約100人に上る職人を雇い、ウッフィッチ美術館のギャレリアで選ボりで働かせていた。クリストフォリの当初の仕事場もこの一角にあったと、考えられ、クリストフォリはこのことに不満を抱いていた。 マッフェーの取材ですなわち、あのような騒音にあふれた大きな部屋に入っていくのは辛かったと述べている。フェルディナンドがクリストフォリの不満にどのように応えたかに対しては、研究者の間に見解の相違がある。スチュワート・ポーレンズは、この経緯について、上記ーのチェダ・プリンシッピオ・デュラバ・ファティカ・アド・アンダレ、ネロ・スタンゾン・ニン・クエスト・ストレピート・チェ、フーデッド・アル・プリンチペ、 ジェノンボレボリスポズ。エグリールファローベリアよ。という、同じ文に対して、最初はこの周りが聞こえないほどの騒音に溢れた、大きな部屋の中にいることは、彼にはとても疲れることであった。彼は公に、このような状態は嫌だと伝えた。公は対処します。そのように望んでいます。と答えたと解釈している。このように、マッフェイの取材の、全く同じ記述が、 研究者によって大きく異なって解釈されている。いずれにせよ、そのうちにクリストフォリは専用の工房を手に入れ、通常は一人か二人のアシスタントと共に、そこで働いた。ピアノに取りかかる以前、17世紀末までの間に、クリストフォリは2種類の鍵盤楽器を発明している。これらの楽器は1700年のフェルディナンド大講師の、 所蔵楽器目録に記録されている。スチュワート・ポーレンズはこの目録の作者は、ジョバンニ・フーガという宮廷音楽家であったと推定している。イタリア語で、大きなスピネットを意味する、スピネット・オネは、大型で複数ストップを持つスピネットで、ディスポジションは 1X8、1X4 であった。大半のスピネットは8フィート1本である。この楽器の開発は、 劇場での公演に際し、狭く混み合うオーケストラピットに、響きが大きく、複数ストップを持つ楽器を収めるためであったかも、しれない。トニー・チネリーとカースティン・シュワーツによる1690年の、オーバル・スピネット復元楽器もう一つは、極めて独創的なオーバル・スピネットで、最も長い弦が、ケースの真ん中に位置する、一種のバージュナルであった。 1690年製作と1693年製作の2台が現存する。クリストフォリは従来型の楽器も製作しており、同じ1700年の目録には、クラビツィテリウム1台と2台の 2X8 の標準的なイタリアンチェンバロが記録されている。2台のうちの1台は、エボニー製の変わったケースを持っている。クリストフォリが1698年には、 ピアノの制作に取り掛かっていたことを示す記述が、メディチ家の宮廷を楽くか、フランチェスコ・マヌッチの日記に見えるという説が一時期、語られていたが、現在ではこの資料の信憑性は疑われている。信頼できる最古の記録は、前述の1700年のメディチ家の目録となる。目録中、クリストフォリのピアノに関する項目は次のように、始まっている。 アルピチェンバロという語は、文字通りには、ハープチェンバロの意となり、当時広く用いられていた語ではなかった。エドワード・グッドは、この、アルピチェンバロこそが、クリストフォリが、自分の楽器に与えた名前であったとしている。しかし、年月とともに、陰ブ部太字部分が省略されて、現在用いられる、ピアノという語になっていった。メディチケ目録はこの後も詳細にわたってこの楽器に、 ついて記述しており、それによれば音域は CC の4オクターブであった。最初期のピアノに言及している他の資料として、また別のメディチケの宮廷音楽家、フェデリゴ・メッコリが、ジョゼフ,フォ・ツァルリーノの火星論の余白に記したメモがある。メッコリは次のように記している。シピオーネ・マッフェイの雑誌記事によれば、1711年には、 クリストフォリは三台のピアノを制作していた。一台はメディチケからローマのオットボー教に送られ、残りの二台はフィレンツェで売られた。1713年、クリストフォリのパトロンであったフェルディナンド大公師が50歳にて没した。その後もクリストフォリはコジモ三世の統治するメディチケの宮廷に仕えたことが記録から明らかとなっている。特に、 1716年の楽器コレクション目録には、バートラミオ・クリスタ・ファリー・カストードのサインが見え、クリストフォリが、コレクションの管理人の地位を得ていたことが伺える。18世紀初頭、メディチケは衰退し、メディチケに雇われていた。他の職人の多くと、同様、クリストフォリも自身の楽器を売るようになった。購入者の中には、ポルトガルをもいた。1726年、 現在知られている唯一のクリストフォリの肖像が描かれている。肖像の中で制作家はピアノらしき楽器の隣に誇らしげに立っており、左手にはクリストフォリのピアノアクションの図が書き込まれたと考えられている紙が見える。不幸にもこの肖像画は第二次世界大戦で失われ写真のみが現存する。クリストフォリは 没年近くまでピアノを制作し続け、改良を続けた。晩年には、ジョバンニ・フェリーニが助手となった。フェリーニは、その後、死の技術を受け継ぎ、著名な制作家として活躍する。真偽は不確かながら、他に、ピードメニコデル・メラという助手がおり、この人物が1739年に、最初のアップライトピアノを制作したとも言われる。最晩年。 クリストフォリは2通の遺言を認めた。1通は1729年に1月24日付で、すべての工具を、序盤にフェリーニに譲るとしている。もう1通は、同年3月23日付で、前上の内容を大幅に変え、ほぼすべての財産を、デルメラ姉妹へ、病で優れない間に常に助けてくれたことへの、報酬として、また事前として譲るとしている。 後の遺言では、フェリーニにはわずか5スクーディのみを譲っている。ポーレンズによれば、遺言の他の部分から考えて、これは特に、クリストフォリとフェリーニの間に不和があったということでは、なく、純粋に、クリストフォリの道徳的義務感に基づく変更であった。クリストフォリは1731年1月27日、75歳で、没した。 1722年製のピアノクリストフォリが製作したピアノの前代数は不明である。今日現存するのは3代で、いずれも1720年代のものである。3代ともにほぼ同じラテン語の名文を持つ。日付部分はローマ数字で記される。内容はパドバのバルトロメオクリストフォリ、製作家フィレンツェにて日付に作るといった意味である。なお、 1720年製のものを元にして1995年に、可愛楽器により制作されたレプリカが、浜松市楽器博物館に所蔵されており、スタッフによる演奏を聴くことができる。クリストフォリの1726年のピアノは、現代のピアノが持っている、ほぼすべての特徴をすでに備えている。しかしながら、現代のピアノに比べると極めて軽い設計で、 これは特に金属フレームがないことによる。金属フレームがないために大音量を得ることはできなかったが、金属フレームが用いられるのは1820年頃に鉄の支柱が導入されて以降である。以下においてクリストフォリの楽器の設計を詳しく解説する。ヒストリカルなピアノの中でクリストフォリの楽器の響きは最もチェンバロに近い。現代。 比較的耳にする機会の多いウィーンスクールの18世紀、後半のフォルテピアノと比べても、よりチェンバローに近い。クリストフォリの発明が当初どのように受け止められたかについては、1711年に当時影響力のあった文筆家、シピオーネ・マッフェイが、ベネツィアのジョルノレデレタラティ・ディイタリアに発表した記事に部分的に見ることができる。マッフェイは、 一部の専門家は、この発明が受けるべき十分な賞賛を与えていないと、述べ、音が柔らかすぎ、鈍すぎるように受け止められていると続けている。クリストフォリは、同時代のチェンバロと同等の音量を獲得することが、できていなかったのである。しかし、マッフェイ自身はピアノを高く評価しており、マッフェイの努力もあって、ピアノ自体も次第に普及し、人気を得ていくことになる。 初期の普及がゆっくりであった一つの要因には、制作に相当の費用がかかり、王族やごく限られた富裕層にしか購入できなかったという点がある。クリストフォリの発明が大々的な成功を収めるのは、1760年代になって安価なスクエアピアノが発明され、同時期の社会の成長と相まって多くの人が入手できるようになってからであった。 クリストフォリー以後のピアノにおける技術的発達は少なからずクリストフォリーの仕事の再発明に過ぎなかった。特に初期には発展と同じくらい技術的交代もあったと考えられる。クリストフォリー以降のピアノの発展についてはフォルテピアノおよびピアノを参照。現存する10代の楽器がクリストフォリーのオリジナルとされている。後期の楽器は 助手のジョバンニ・フェリーニの手も入っていると考えられる。フェリーニは、死の没後、同じ基本設計を用いて、音域のより広いピアノを制作した。クリストフォリは、ピアノの制作によって、生前より評価され、称賛されていたようである。彼の死に際して、メディチ家の宮廷のテオルボ奏者であったニッコーロ・スズイエ、という人物は日記に次のように記している。また作曲家、 ジョバンニ・マルティーニの蔵書中のある18世紀の著者不明の音楽辞典には次のように記載されている。しかしながら、その没後、クリストフォリの名声は失われた。スチュワート・ポーレンズが記すように、18世紀後半のフランスでは、ピアノはクリストフォリではなく、ドイツの制作家ゴットフリート・ジルバーマンが発明したと考えられていた。ジルバーマンは、 ピアノの歴史にとって重要な人物ではあったが、その設計は完全にクリストフォリに基づいていた。19世紀後半の研究によって、ようやくこの誤解が徐々に解かれるようになった。20世紀後半、古学復興運動の中でクリストフォリの楽器は綿密な調査を受けることとなった。クリストフォリの楽器を調査した研究者は、概ねクリストフォリを絶賛している。 例えば、ニューグローブ世界音楽辞典では、途方もない発明の才能を有していたと述べ、スチュワート・ポーレンズは、クリストフォリの楽器はどれも、その総意に驚愕させられる。グラント・オブライエンは、鍵盤楽器史上最も優れた、制作家であり、アントニオ・ストラディバリーと被験すると評している。ありがとうございます。